Good afternoon. 皆様こんにちは。持続可能な開発に関するアジア太平洋フォーラムサイドイベントカーボンニュートラルアジア太平洋地域の未来脱炭素移行への貢献にようこそ。私はエリク・サスマンと申します。私は地球環境戦略研究所でリサーチリーダーをしております。日本政府主催の日本政府、フランス政府、国連環境計画、国連アジア太平洋経済社会委員会、そして地球環境戦略研究所代表いたしまして、本日はご参加に感謝申し上げます。ではまずはじめに、環境省地球環境局長でいらっしゃいます近藤智弘様より一言ご挨拶をいただきます。近藤様、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ダスマンさん、私は近藤智弘と申します。私は環境省の地球環境局長でございます。まず在台日本大使館、在台フランス大使館、ユネップ、エスキャップと開催しているカーボンニュートラル、アジア太平洋地域の未来、脱炭素移行への貢献の開催、開会にあたり、ご挨拶申し上げます。まず、本イベントへご協力いただいたアイジェス、また、本日ご視聴いただいている皆様の皆様に、お礼を申し上げます。そして、本日から26日にかけて開催される APFSD 本会合ではアジア太平洋地域の SDGs 達成に向けた議論が行われ、7月に開催予定のハイレベル政治フォーラム HLPF のへのインプットが検討されると聞いております。本サイドイベントでは SDGs の中に位置づけられている気候変動を取り上げます。今年11月に開催されます COP26 に向けて、脱炭素に向けた各国の動きが活発になっています。世界で120カ国以上が、アジア太平洋地域でも日本、ネパールなど多くの国が2050年カーボンニュートラルを宣言しています。このような流れの中、成長著しいアジア太平洋地域における脱炭素移行を確実にするためには、とりわけ多くの二酸化炭素を排出している都市部の脱炭素の取り組みを進めることが重要です。日本国内では本イベントに参加される京都市を含め、すでに300を超える自治体が2050年カーボンニュートラルを宣言しており、人口規模で1億人を超えています。我が国は日本の都市が有する脱炭素に関する経験やノウハウを活用して、途上国における脱炭素化を推し進めるために、バンコクと横浜市、ケソン市と大阪市をはじめ13カ国39都市と日本の都市間連携の事業を行っております。先週17、18日には横浜市、ケソン市なども含まれます。先週17日18日には UNFCCC の協力を得まして、都市の脱炭素移行をテーマに脱炭素都市国際フォーラムを開催しました。このフォーラムではゼロカーボンシティの実現に向けて、脱炭素移行に向けた都市の取り組みの重要性、都市の取り組みを後押しする中央政府および国際機関の役割等について議論を行い、また、東京都の協力を得まして、クアラルンプール市が2050年カーボンニュートラルを宣言いたしました。本日のイベントでは、成長著しいアジア太平洋の脱炭素化の観点から、東京大学の高村先生をはじめ、自治体、国、国際機関、アカデミアを招き、さまざまな視点からの意見を共有いただきます。先進的な都市における脱炭素の取り組みを示した上で、こうした取り組みを後押しし、他の都市、国に広げていく、すなわち脱炭素ドミノの輪をさらに広げていくことを期待し、私からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。近藤様、ありがとうございました。では次に開会のご挨拶をセリマト、タイ国
在タイフランス大使の方からご挨拶をいただきます。皆様こんにちは。スピーカーの皆様こんにちは。この度は第8回アジア太平洋地域の持続可能な開発フォーラムにおきまして、普通日両政府国連アジア太平洋経済社会委員会環境開発部の共同開催によるこの重要なサイドイベントの開催にあたり、ご挨拶申し上げる機会を得まして嬉しく思います。コロナ危機は1年以上前に発生し、動物と人類の健康、生物多様性、気候変動、そして環境汚染が密接に関連していることを示しました。今こそそれらの問題を総合的に捉え、新たな文脈に落とし込み、そしてよりシステマチックなアプローチをし、すべてのセクターにおいて私たちの地球の持続可能な将来のために課題解決をしていく時が迫っています。フランスでは気候変動および生物多様性に関する問題は国家のアジェンダの中でも最も重要なものです。気候変動に関しては2015年以降大きな進捗を遂げました。そしてパリ合意として知られる歴史初の普遍的合意によって、欧州委員会は2050年までに気候ニュートラルを達成し、2030年までに温室効果ガスの排出を1990年比で 55% 削減することにコミットしています。昨年12月クライメートアンビションサミットにおきましては、70カ国以上が野心についての公表をいたしました。今年のゴールは COP26 を成功させ、パリ合意を実施していくためのルールの最終形を作ることであります。また大切なのは気候ファイナンスを充実させ、最も脆弱な国々の期待とニーズに応えていくことです。クライメートアンビションサミットにおきましては、フランスは気候に関する、気候関連開発に関し年間660億ユーロを拠出し、うち3分の1は、適応アクションに拠出いたします。急速な工業化と都市化をしている東南アジア諸国は多くの生物多様性を支える地域であり、気候変動に伴う課題に直面しています。最も貧困な地域におきましては、深刻な経済と健康に関する問題があります。その意味で、ネクサス、生物多様性、人間と動物の健康は、気候変動下において特に留意していかなくてはなりません。東南アジア地域は、包括的なフランスのインド太平洋地域政策の中心を成し、その基本には関連する組織との多国間主義と協力関係があります。この戦略は今申し上げた環境に関する課題に関して主なステークホルダーの意思向上のがベースとなっております。フランスはアジアや太平洋地域との関わりをさらに強化してまいりたいと希望しております。さらなるシステマチックな研究を通じて政治力と能力構築を生かしてまいります。最近のフランスの取り組み、例えばプリゾート、これはワンヘルスアプローチといった取り組みを活用することが可能になります。これは昨年1月に生物多様性ワンプラネットサミットでフランス共和国大統領が確認した内容です。プラネタリーヘルスといったプロジェクトが気候、プラスチック、大気汚染といった問題に対応する上で、アジア太平洋地域における持続可能な開発を支えることが可能だと思います。これらの、大気汚染、海洋プラスチック汚染、カーボンニュートラリティ、ネクサス、生物多様性、生態系の健康と気候に関する4つのサイドイベントをフランス大使館は共催し、学際的文脈で
現在直面する危機について議論を深める所存です。これらのイベントは現在タイで数名のフランス専門家の参加を得て、SIRAD、CRNS、およびフランス在住の専門家の協力を得て進めております。ですので、国連アジア太平洋経済社会委員会、特に環境開発部に日本とフランスが各国独自の貢献と資源を意思決定者及びすべてのステークホルダーと共有する機会を与えてくださいましたことに感謝申し上げます。このような機会が今後の共同と相乗効果をさらに強化し、生態系及び社会的変容が著しい中にあっても、コロナ後へ向けてより良い社会環境を構築するために、力を合わせて未来への課題に対応していくためのマイルストーンであるということを確信しております。ありがとうございます。ありがとうございます。林、では次に阿弥陀亜師様の方から開会のご挨拶をいただきます。皆様こんにちは。ご参加の皆様、ではまず私の方から、日本の環境省に感謝を申し上げたいと思います。そして、タイにおける日本の、大使館、そしてフランスの、大使館、そして、この、地球環境の、課題、それから大気汚染に関する問題に対応する会議を開催していただきましてありがとうございます。このカーボンニュートラリティというのは私どもの地域において重要な課題でありますし、2030年のアジェンダ、そしてパリ合意におきましても重要なポイントでございます。アジア太平洋地域は2021年におきまして、今のところ2030年のアジェンダを達成する意味では遅れを取っているということが分かっております。ですので気候に関するアクションに関しましては、状況は2020年非常に厳しい状況でございました。半分の排出がこの地域から発生するということであります。このアジア太平洋地域における対策というのは今後の変化を生むに不十分であるということが言えます。ですのでその脱炭素化への動きを加速する必要があります。そういった中で同様のコミットメントを持って取り組む必要があります。8カ国がブータン、フィジー、日本、マルチ、それからマーシャル諸島、ネパール、ニュージーランド、そして韓国がカーボンニュートラリティのターゲットを2050年に向けて発表しました。中国は2060年、そしてシンガポールは今世紀の真ん中までに脱炭素化をするという宣言をいたしました。ですので今日は皆様のお話を、そしてまた目標達成に向けての施策等についてお話を伺うことを楽しみにしております。そしてすべての政府およびその輸送セクター、そして開発、そしてファイナンス、すべての領域において協力しなくてはなりません。そして化石燃料から脱却するということが重要です。そのために補助金などを出すことも重要です。そして今から活動を始めなくてはなりません。そして2つ目に投資に関しましては、再生可能エネルギーに対してしていくということ、そして世界のエネルギー消費の中で発電の脱炭素化というのは必要不可欠です。その道筋をつけなくてはなりません。そしてまた脱炭素化に向けてバイオ燃料、そして環境、それから輸送運輸に関しましても対応しなくてはなりません。そして脆弱性に対応する必要があります。現在コロナ禍にあり、その中での脱炭素化ということを目指すにあたり、
経済の回復と並行して行われなければなりません。ですので、そうすることでその各国が NDC に対するコミットメントを示していく必要があります。これから 35% 以上の削減をしていく中で、ビルドバックベター、コロナ禍以前よりも良い形での復興を遂げなくてはなりません。そして炭素を多く使用するような投資をしないということが重要になってまいります。そしてこの目標を達成するには社会全体が共に取り組まなくてはなりません。そして国の政府だけではなく地方自治体に関しましてもその役割に期待されております。そしてまた地域間の地域の中の連携も重要です。ですので良好事例の共有、そして能力構築、そしてクライメートファイナンスを進めるということ、そして皆様が力を合わせて地域として共に気候変動の対応と、それから大気汚染の対応をしていく必要があります。この今回の共催者の一人といたしまして、SCAP、それから UNEP、それから各地域における団体の皆様に感謝申し上げたいと思います。そして、また国連環境計画としてそのパネルを務めることを嬉しく思います。そして、今後、石炭の利用からのその脱却につきましても協力してまいりたいと思います。今後その脱炭素化を進めるために共に戦ってまいりましょう。ありがとうございます。アルミダ・リシャバナ様、ありがとうございます。それでは東京大学未来ビジョン研究センター教授の高村ゆかり様に基調講演をお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。スライドを共有いたします。スライドご覧いただけておりますでしょうか。まずは主催者の皆様ありがとうございます。日本政府、そしてフランス政府、そして SCAP、UNEP、そして IGES の皆様ありがとうございます。このような素晴らしいお話をする機会をいただきました。私のトピックでございますが、クライメートニュートラリティに向けての潮流と動き、そしてアジア太平洋への提案ということでお話をさせていただきます。アジアというのは国々地域としてこのグローバルな排出量の一番大きな部分を占めているとともに、アジアというのは地域として脆弱性も気候に対して大きいものがあります。例えば水不足、そして食料生産、そして食料の安全保障に対する影響が気候によって大きくもたらされていまします。そして気候変動の他の影響もございます。とても重要なのが都市化、そして経済発展、そして工業化といったものが急速に進んでいるとともに、そして気候変動によってこの都市に大きなストレスがかかっているということであります。そして極端な気候現象といったものが非常に起こっており、そして貧困などに大きな影響を及ぼしています。先ほどお話がありましたが、パリの協定によりましてこの脱炭素化の長期的な目標といったものが設定されました。例えば2度をこの十分に下回る、できれば 1.5 度未満の目標を達成するといったものが設定されております。そしてこのパリの4条1項においては、今世紀後半にネットゼロエミッションと脱炭素化を実現するという項目もございます。先ほどすでにお話がありましたけれども、121
要の国と EU が2050年までに温室効果ガスの排出量をネットゼロにすることを表明しています。 G7 のすべての国も含まれています。そして日本国の首相もすでにコミットメントをしています。日本は温室効果ガスの排出量をネットゼロに2050年までに持ってくると宣言されています。そして中国のコミットメントもあり、2060年までにはカーボンニュートラルを中国は達成するというふうに言っておりますので、グローバルな排出量の半分以上がこのネットゼロのターゲットを設定しているということになります。非常に興味深いのは中期的なターゲットといったものがあります。長期的な目標に対して中期的な目標も設定されているということでございます。できるだけ野心的な、例えば2030年の NDC に向けて野心的な目標を設定しようとしています。 EU は2030年に NDC 国の目標といたしまして、温室効果ガスの排出を1990年のを下回るその 55% の削減を設定しています。そしてイギリスは1990年に対して 68% というふうになっています。そしてアメリカもそうですし、中国は2030年にこのピークをにして、そして2060年までにカーボンニュートラルということを発表しています。さてコロナからの緑の復興といったこともここに関わってきます。さて長期的な目標の示唆するところは何でしょうか。この長期的な目標というのが2050年のニュートラル、カーボンニュートラルなわけでありますが、これは実現可能なのでしょうか。ここでの問うべき問題としては、現在の社会の状況、そして社会活動が進めば、そして我々の排出削減のペースをこのままにしていけば、必ず絶対達成することはできないだろうということであります。そして今どういった状況なのかということを認識し、そして何を長期的な目標に沿って達成すべきかといったことを考えなくてはいけません。そしてなぜ長期的な目標が設定しなくてはいけないのかということでありますが、社会の活動といったものを長期的な活動と整合性を持たせるためであります。つまりパリ協定の下で持続可能な脱炭素化を果たした社会といったものを達成することが必要なわけでございます。この長期的な目標といったものはさまざまな活動に影響を与えていますが、非国家主体も影響を受けています。自治体といったこともすでに審議会の方からお話がありましたし、そしていくつかの事例といたしましては、後ほどのパネルディスカッションでも皆さん聞くことが可能でしょう。さてビジネスセクター、民間企業がどのようなことをやっているのかということなんでありますけれども、サイエンスベースドターゲット SBT 聞いたことがあるかと思います。企業のコミットメントに関するもので、長期的な目標と整合性を持った形で目標設定するという、科学と整合性を持った目標設定であります。1200社以上の企業がこのようなターゲットをすでに設定しています。647社がですね、すでにこの SBT に関しては認証を受けております。そして400以上の企業がなんと 1.5 度目標といったものを設定しています。2050までにネットゼロを達成するという目標でございます。こちらがコミットメントした企業のリストでございます。すでに100社近い企業、非常に有名な企業
ソニーであるとかイオンであるとか名前が並んでおりますし、そしてこちらは SBT を設定した企業の中でも ASEAN 諸国の例をこちらに示しています。このような動きが拡大していることがお分かりになるでしょう。先進国だけではなく他の地域にもこの動きが普及しているわけでございます。さて自動車企業であるとかエネルギー会社といったものもネットゼロを2050年までにまたは前倒しに達成するというコミットメントをしています。どうして企業がこのような政府よりも先に自治体よりも先にこのような目標を設定しているのかということなんでありますけれども、4つのドライバーがあるというふうに思います。1つはやはりこの気候の変動のリスクでございます。すでにこの極端な気象現象といったものが起こっておりますので、日本は特に台風であるとかの損害が被害が大きいわけであります。そしてこういった経済的な損害というのは230億とか250億ドルといった大きな金額に跳ね上がります。ですから日本だけではなくグローバルなトレンドといったものも起こってきているわけであります。だからこそビジネスが先頭に立っている、つまり経済的な成長が気候変動に関わる極端現象によって大きな影響を受けると分かっているからです。だってグローバルな企業の中でも脱炭素化を自らの事業内そしてサプライチェーンで目指している企業があります。一つ事例を挙げますとマイクロソフトであります。マイクロソフトというのはご存知のように野心的なカーボンネガティブのターゲットを2030年までに達成するというふうに言っていますし、2050年までに過去のこの排出を取り除くと言っています。また自らのビジネスからの排出といったものはすでにゼロに近づいていますし、そしてゼロエミッションをこの2025年までには達成したいというふうに努力をしているわけであります。そしてスコープ3というのがサプライチェーンからの排出ですが、今そちらに注力をしているところであります。つまり企業の中でもマイクロソフトが契約している企業からの排出といったものを削減したいということであります。それをそのスコープ3というのがサプライチェーンの排出になりますが、2030年までに半減したいということであります。そして新たなステップをそのために取るわけでありますけれども、今年の7月までにマイクロソフトは新しい調達プロセスを実施するということであります。つまりサプライチェーンの企業を選択し、そしてサプライヤーに対してインセンティブを提供し、スコープ1、2、そして3の排出の削減といったものを奨励するということであります。つまりマイクロソフトのサプライヤーになりたいという企業は排出を削減しなくてはならないということになります。自らの事業だけではなく自らのサプライチェーンの排出削減もしなくてはいけないということになります。アップルも同様でありまして、この排出を減らすということで、特に再エネの利用を進めるということをしております。サプライに対しても再エネによって作った電力を使うように進めています。特に2030年までに2030年までに
を目標としております。特にすでに71社が2020年7月16日までにコミットしているということで、アップル社向けの生産に関しましては再エネを 100% 利用するとしています。例えばソニーといった企業は、もう今日本のその排出に関しても、さらに脱炭素化を進めていくという意味で、ソニーは、警告を出しました。つまり、日本のでの工場生産が、難しくなるということで警鐘を出しました。つまり、再エネを使う度合いが低いからであります。特にこの、世界に世界的な企業がサプライチェーンの脱炭素化を求めるということになったときに、例えばアップルのような会社の場合、サプライチェーンの脱炭素化が今後その不動力となりまして、ビジネスとして脱炭素化をリードしていくようになっていくというふうに考えます。そして3つ目の駆動力といたしましては、金融機関や投資家であります。今その投資でありますとか、あるいは、まずヨーロッパをスタートといたしまして、カナダ、そして日本やその他の国々へも今拡大しております。ですので、気候に優しい投資ということで、投資をするにあたって考慮するのは、環境であるということ、それから社会的な課題であるということ、その中で気候変動についても、それから地球に関する懸念に関しましても検討するということであります。そして、気候に関するリスクについても検討するということで、ガイドラインをタスクフォースの中で作成をされております。これは G20 に向けて作られております。そうした中で、気候に関して、その企業がそれぞれのリスクを計算する必要があります。そうすることによりまして、社会が、脱炭素化に向かっていくということです。例えば2050年までの炭素移行などを示しております。で、これがそのビジネスの世界でも反映されるということ、そしてまた気候変動の影響のリスクに関しても、どのような影響が発生しうるのかということを把握する必要があります。企業、それからビジネスはこういった気候に関するリスク、それから長期的な視野に立って解析する必要がありますし、それを開示していくこと、そしてその対策も含めて開示をしていくことを求められております。今投資家はそのような意味で、企業の行方を良い方に変えていこうということで積極的に介入しております。そういった中で、気候リスクに関する情報開示を求め、そして企業活動のサプライチェーンやバリューチェーンを通じて脱炭素化を進めています。最後になりますけれども、忘れてはならないのは世界市場の変化です。2つの事例を挙げます。まず最初に挙げますのが電力市場の変化です。でこのスライドでご覧になっていただいておりますのが、1970年以降、歴史的に再エネのシェアというのは実際世界的なパワーミックス、電力ミックスの中では安定的でした。ですのでその発電の中で再生可能エネルギーというのは安定的に使われてきたわけですけれども、2010年にこのトレンドが大きく変わりました。その中でこの変化は今後加速されるだろうという予測が出されました。このトレンドというのはより多くのその電力市場の再エネの舵切りであります。そして1970年に比べますと大きく
再生可能エネルギーの利用が進みました。これもまた考慮に入れなくてはなりません。そしてこちらは再エネを使った発電コストの低下ということで示してございますけれども、これは2014年のデータであります。世界の多くの地域で特にアジアに関しましては化石燃料が発電に関しては最も安い燃料となります。しかし2020年になりますとアジアの一部もまだそのような状況ですが、ほとんどの世界の地域におきまして再生可能エネルギーの値段がどんどん下がっていくという傾向です。ですのでリスクといたしましては、この発電の再エネのシフトがどのぐらい進むのかということ、そしてその規模とおよびそのスピードについてしっかりと把握しなくてはならないということです。そしてエネルギーのその移行なんですけれども、これによって金融や投資の世界でも大きな変化を引き起こしております。2020年はコロナ禍でございましたけれども、そういった中でこれまでにない再生可能エネルギーへの投資が記録的に伸びました。特にその輸送セクターにおきましても増えてまいりました。ですのでエネルギーの燃料等のその変化も起きているということで、それから車両の市場、自動車市場におきましても大きな変化が起きています。残念ながらコロナのせいで世界的な自動車の販売は昨年落ち込みましたけれども、ただそのような中にあっても電気自動車の売り上げは劇的に増えました。特に3つの世界的な市場において増えました。それはヨーロッパ、米国、そして中国です。これをベースに、その気候政策に関するこれまでにないアプローチについてお話をしたいと思います。やはり長期的なビジョンやゴールを共有することによりまして、課題について明確にし対応していくということを各国政府が進めていますけれども、その中で、イノベーションに、そのインセンティブをつけていくということ、それから、国家およびその事業といったですね、その国以外の、アクターに関しましてもこういった傾向を促進していくということ、気候に関するリスクもビジネスの戦略に、そして意思決定に、導入していくということ、今例えばその財務の開示に関しましてもこの点が重要であります。そして、このような情報をもとに投資家も判断をしていくというようになってきております。そして投資家もビジネスに対して脱炭素化を進めていく、そしてサプライチェーンの脱炭素化も進めていっております。最後に強調したいのは気候のアクションと、それから電力の再エネ化に伴いまして、この気候アクションには複数のその便益が伴います。これは排出の削減だけではありません。例えばエネルギーの移行に伴いまして、これによって大気汚染が大きく低減されています。そしてまた気候対応することによりまして化石燃料が使われないことになります。なると大気汚染が減って呼吸器系の疾患によって亡くなる人が減っていきます。そして、こちらの方でお話をした通りですね、コロナ禍にありましてもそのような傾向が、強化されているということであります。そして、政策とそれからその、資金提供という意味では、例えばコミュニティの
開発、それから SDGs の達成なども絡めて進められています。ですので、気候変動対応だけではなくて、より幅広い環境保全の活動が行われるようになっております。どのように今後、我々の地域、アジア太平洋地域を脱炭素移行させていくかということで、重要なポイントがいくつかあります。一つは明確な長期的な目標を構築すること。この長期的なゴールというのは、我々の地域、それから各国におきまして、そしてまた企業においても目標を立てる上で重要です。こういった長期的なゴールがあることによりまして、どういう課題があるのかということを見極め、それに対して行動内容を決め、投資をしていくことができます。では、どのように明確なこのような長期的なゴールを、特にその科学に根ざしたゴールをどう作っていくのか、そして科学的エビデンスに基づいたゴールを作っていくのか、それにはこの地域における国際的な連携協力が必要です。そして気候政策に関しては、プラネットコンシデレーション、つまり2050年といった長期的な視野における、その地球規模での課題を主流化していくかということが重要です。それによって、すべてのレベルで重要になってまいります。政府、それから地方自治体、企業、金融機関などです。そして、2つの主な方向性があります。まずは、研究開発によって新しい技術を開発していくということが重要です。これによって、脱炭素化に向けての技術を開発していきます。同時に既存のその技術をの活用を加速していくことです。そうすることで気候におけるその危機的な状況を脱するということです。2030年の目標に向けて、我々の将来の危機に関しまして緩和していく必要があります。そして排出を減らし、そして脱炭素をサプライチェーンを通じて、ビジネスの側も行っていくということで、こういった技術の浸透を行うことによって、また排出を減らしていくということが必要です。いくつかその、共同のエリアにつきまして、示してありますけれども、まず他の問題も、例えば大気汚染といった他の問題の解決も含みながら気候変動対応が可能だということが分かっております。そして脱炭素化、都市の脱炭素化というのは、それによってビジネスにとっても魅力的となります。そして最後になりますけれども、そのビジネスに関しましては、そのサプライチェーン、そして経済、地域というのは強く密接に関わっております。ですので、この脱炭素化というのは互いに利益をもたらすということであります。ですので、エネルギーコストを下げながら、そして強靭性をさらに強めながら共に進んでいくことができます。ビジネス間の協力に関しましても、今後協力を推進することによりまして、企業価値を上げる、サプライチェーンの強化を図るということが可能だと思います。多くの事業におきまして、サプライチェーンの脱炭素化を今後求めていくことになると思います。もちろんこれは新しい市場を作り出す機会ともなります。そして高イノベーションを通じて、企業が気候変動の課題、そして大気汚染の課題を共に解決することができます。ありがとうございます。以上です。Thank you so much. 高村先生、どうもありがとうございました。次は、アンリ・ワイズマン様からのビデオメッセージです。イドゥリ、
持続可能な開発と国際関係研究所において大幅な脱炭素化への道筋イニシアティブのコーディネーターを務められ、また IPCC 1.5 度特別報告書の共同執筆者であります。皆様おはようございます。アンリー・ワイズマンと申します。大幅な脱炭素化への道筋イニシアティブのディレクターをイルリ持続可能な開発と国際関係研究所で務めており、 IPCC の 1.5 度特別報告書の共同執筆者でもあります。時差の関係で残念ながらこのイベントにリアルタイムで参加することができませんが、この非常な重要なサイドイベントの導入部分でお話しできる機会を設けてくださいました。このイベントの主催者、特に在タイフランス大使館に感謝したいと思います。ここでは科学的な観点からカーボンニュートラルの教訓や課題、機会について考えてみたいと思います。より具体的には2018年10月に発表されたこの IPCC 1.5 度特別報告書から浮かび上がってきたいくつかのキーメッセージを皆さんと共有したいと思っています。 IPCC の特別報告書は科学文献を評価して科学から導き出される政策に関連するメッセージを意思決定の指針として提供することを目的としています。カーボンニュートラルに関して言えば、IPCC の特別報告書から得られる教訓のほとんどは、パリ協定の目標に適合したシナリオ、つまり炭素排出シナリオの分析から得られています。ここでは政策立案者向けにまとめられた情報として世界全体の CO2 純排出量の推移を2010年から2100年までの期間でプロットした重要なグラフをご覧いただいております。これがパリ協定の目標達成に合致した CO2 排出量の軌跡となります。このグラフからは2つの重要な特徴を読み取ることができます。世界全体でこの目標を達成したいのであれば、世界の CO2 純排出量を急速に減少させる必要があります。つまり、2030年には2010年比で20から 45% の削減を達成する必要があります。しかし、これは今日のテーマということではありません。また、2050年から2070年の間に世界全体でカーボンニュートラルを達成する必要があります。カーボンニュートラルはパリ協定の気温目標である気温上昇を2度を十分に下回る基準を達成するために必要な要件となります。今回の IPCC の報告書と文献の評価からカーボンニュートラルの実現方法について重要なメッセージを確認することができます。特にカーボンニュートラルの実現のために2050年までに全ての分野で前例のない規模のシステム変革が必要であることが強調されています。具体的にはエネルギー分野での大規模な変化、特に2050年までに排出削減対策を伴わない石炭火力を使用しないゼロエミッション電力の実現を目指しています。産業界の大規模な変革についてはエネルギー効率の向上はもちろん重要ですが、それだけでは不十分です。プロセスや生産構造にも大きな変化が必要です。また、輸送における大規模な変革、例えばゼロエミッション車両の開発導入、そして大規模なモーダルシフト、行動の変容、都市とインフラの進化、これらをモビリティの発展方向の変換と整合性を持った形で進めることが必要です。そして最後に土地利用の分野でも大規模な変革が必要です。食料生産を確保しながら大気中の炭素を自然システムで吸収する能力、つまりカーボンシンクを最大限に活用することです。具体的にこれらの達成をどのように導くか、また旧来のシステムの変革要件をどのように理解するかということですが、この目的のためにパリ協定では第4条19項に長期的な温室効果ガスの低排出型の発展のための戦略という手段を導入しています。これは各国がカーボンニュートラルに向けてどのように変革できるかを検討するためのものです。長期的な温室効果ガスの低排出の発展のための
戦略の調査は私がイドリにおいて主導している大幅な脱炭素化への道筋イニシアティブのテーマでもあり、25カ国以上を対象としています。その結果はこちらのリンクからご覧いただくことができます。この活動から得られた重要な教訓をいくつか紹介します。カーボンニュートラルは私たちが調査したすべての文脈で実現可能です。すべての文脈というときには、発展途上国と先進国の両方が含まれています。カーボンニュートラルは国内の社会的、経済的な優先順位、経済成長、持続可能な開発と整合性を持つことが可能です。このような長期的な視点は短期的な意思決定や行動の順序に影響を与える鍵となります。特に炭素集約的な軌道へのロックインリスクを生むような短期的な意思決定を避けるために長期的な視点が必要なのです。他の教訓としては、政策パッケージは同定された物理的変化に応じて構築され、国内状況に合わせて調整される必要があるということがあります。つまり、すべての状況にすべての問題を解決する特効薬はなく、すべての政策パッケージを各国の状況に合わせて調整し、各国が状況に応じて問題に対処する必要があるということであります。最後に非常に重要な点として、国レベルでの大幅な炭素削減とカーボンニュートラルの達成は可能ですが、それは重要な国際的イネーブラーの実施にも依存するということであります。つまり、国レベルでこの野心的な長期的な軌道の達成を支援するソリューションを創造していくということが集団にとっての要件であるということになります。以上です。何かございましたらご連絡ください。このイベントの成功を心よりお祈りしております。ご清聴ありがとうございました。それではマイクをお返しいたします。ワイズマン様ありがとうございます。それではパネルディスカッションに移りたいと思います。このパネルのモデレーターは地球環境戦略研究機関 IGS 理事長の竹内和彦先生です。テーマはアジア太平洋地域におけるカーボンニュートラル実現に向けた行動とパートナーシップです。竹内先生お願いします。ご紹介ありがとうございます。モデレーターになれて大変嬉しく思います。まずは素晴らしいパネリストの皆様をお迎えいたしましょう。京都市からは井野田和弘様、そしてケソン市からはヴィンセント・ビナラオ様、それからラダ・ワグル様はネパール森林環境省からいらっしゃっています。そしてデチェン・セリング様、ユネッパアジア太平洋地域事務所長であります。そして最後に重要な方としまして、ジョイ・アシュリー・ロイ様、アジア工科大学、またジャダプール大学経済学部の教授でもいらっしゃいます。それではまず最初に私の方からフレーミングプレゼンテーションということで、何枚かスライドを準備させていただきました。どのように脱炭素化をのドミノをアジア太平洋で展開することができるのかということであります。今年2016年、2020年というのは史上最も気温の高い年でございました。真剣に我々はこれが意味する緊急性といったものを考えなくてはいけません。気候変動の影響の緊急性でございます。アジア太平洋を見渡してみますと、こちらがデータになりますが、SCAP が出した情報であります。最近の先ほどアルミダ様からご挨拶の際にも言及がありましたけれども、この SDG の中でもいくつかですね、後戻りしているところがあるんです。目標12、責任のある生産消費形態を確保する、そして目標13、気候変動に対するアクション、これは後退、後戻りしています。だからこそ我々はこの社会をネットゼロにするためのアクションを考えなくてはなりません。日本、そしてその他のアジアの諸国がネットゼロの社会といったものを2050年までに達成するのだという宣言をしています。そして幸運なことに、アメリカ合衆国も2050年ネットゼロということで、仲間に入ってきてくれました。
これを円滑に進めるために考えなくてはいけないのはアジアです。この炭素排出量の半分はアジアから来ていますので、アジア太平洋地域を考えるということはグローバルな持続可能性に つながります。そのためにはコラボレーションが必要であります。これは東京の都庁とそれからクアラルンプール市との間のコラボレーションの例で、カーボンニュートラル目標に取り組んでいます。 IGES はこの間に入って、そして技術的な支援もしております。そして人的な交流にも関与しております。この先進的な技術を使うということだけではなく、問題を解決するための費用対効果の高い方法といったものを模索しております。ここをさらに進めていきたい。こちらはですね、3月の17日、その18日に行われました、この国際ゼロカーボンシティインターナショナルフォーラムであります。これは民間の企業も多く参加いたしました。それではここからですね、パネリストの皆様にプレゼンをいただきたいと思います。まずはですね、京都市の井野田様、よろしくお願いいたします。はい、はい、京都市の井野田です。日本の自治体として参加をさせていただきます。この度は貴重な発表の機会をいただきありがとうございます。感謝申し上げます。私からは京都市の地球温暖化対策の取り組みにつきましてご説明をさせていただきます。スライドです。京都市は人口が146万人、38の大学、短期大学がありまして、人口の 10% を学生が占めております大学の町、学生の町であります。1000年を超えて都市の機能、文化を継承してきた町でもあります。日本経済新聞社が行いました SDGs 先進の調査で2年連続で高い評価をいただいております。京都議定書誕生の地として、我が国で初めて地球温暖化対策に特化した条例を制定するなど環境政策に力を入れております。そこに少しグラフ書いておりますが、エネルギー消費量をピーク時から 28% の削減からゴミの量をですね、半減ということを達成することができております。京都市の地球温暖化対策も1997年の京都議定書採択はやはり大きな契機となっております。2019年には京都市で IPCC の第49回総会が開催をされました。その時にですね、総会記念シンポジウムで私もの門川京都市長が日本の自治体の長として初めて2050年 CO2 排出量正味ゼロを目指すことを宣言いたしました。そしてその写真右の下の方ですけれども、シンポジウムにおきまして登壇者と一緒にですね、 1.5 度を目指す京都アピールを世界に発信をしております。 IPCC49 回の総会ではパリ協定の実行に不可欠な温室効果ガス排出量を算定するためのガイドラインが誕生しております。我々は IPCC 京都ガイドラインという通称で呼んでくださいということでお願いをしまして、環境省にも呼んでいただいております。ありがとうございます。この京都から始まったゼロ宣言、先ほど近藤様のご紹介にもありましたですけれども、全国に拡大をし、昨年は菅総理にも宣言をされ、我が国の目標となりました。今月にはですね、私も脱石炭連盟にも加盟をさせていただきました。石炭火力も含め、化石燃料から再エネのシフトの取り組みを強化したいというふうに考えておりまして、国や電力事業者への働きかけも行ってまいります。これからも脱炭素化に貢献できるようチャレンジしていきたいと考えております。以上でございます。Thank you very much, Mr. Inoda. Inoda さん、ありがとうございました。それでは次に、ヴィンセント・ビナーラオ様、よろしくお願いいたします。ケソン市からご参加です。皆様こんにちは。
ジョイ・ベルモンテ市長に代わりまして、主催者の日本の環境省、そして日本大使館、フランス大使館とケイソン氏をこのイベントにお招きいたしましたこと、お招きいただきましたことをお礼申し上げます。ヴィンセント・ビナラオと申します。ケイソン氏の環境保護廃棄物管理局長補佐を務めています。ケイソン氏において気候変動と環境の持続可能性の取り組み実施を担当しています。ケソン市はマニラ首都圏を構成する17の都市、自治体の中でも面積人口ともに最大の都市でありまして、気候変動の緩和、適用に関する国の取り組みに積極的に貢献する役割になっています。ケソン市は温室効果ガスの排出量を削減し、気候変動への耐性を高めることを目的とした野心的な気候変動対策を推進するデッドライン2020などさまざまな国際公約に署名しています。迅速な気候行動計画を実現するために私たちは科学的根拠に基づいたアプローチのための戦略的プロセスを実施してきました。温室効果ガスの排出量のインベントリーとシナリオモデル、気候リスク評価の完了によりエビデンスベースを構築しました。もう一つ重要な要素としては、包括的な気候変動対策ニーズの評価です。気候変動の脅威にさらされている市民の生活の質を向上させるという目標を真に達成するためには、このプロセス全体に特に最も脆弱な部分を含めることが重要です。エビデンスベースに基づいてエネルギー、建築物、交通、廃棄物の各分野で優先的に取り組むべき気候変動対策を特定し、2030年に通常の事業シナリオで市の温室効果ガス排出量を 30% 削減するという当初の目標を達成するとともに、暑さ、台風、洪水、干ばつなどの主要な気候変動リスクに対する地域社会の対応能力を高めることができました。エネルギー分野では我々の目標は公立学校や市が所有する建物のソーラー化、エネルギー消費量の多い部門や事業所への中大規模な再生可能エネルギーの導入の促進で、クリーンで安かな再生可能エネルギーを確保することです。建築物については商業施設、製造業、家庭におけるエネルギー効率化を図る、インフラにおける災害リスク軽減基準の主流化を改正グリーン建築基準を通じて取り組んでいます。輸送分野では持続可能なモビリティを自動車や徒歩の利用促進、バス高速輸送システムの導入、電気自動車や低燃費車の導入、そしてもちろん太陽量輸送システムの導入などで実現します。最後に廃棄物について我々が重点を置くのは廃棄物削減戦略、有機廃棄物の管理と処理、循環型経済の促進、市の排水処理と浄化プログラムの強化です。目の前の課題が容易でないということは承知しております。しかし、環境の持続可能性を追求しているのはケソン市だけではありません。日本の環境省や大阪市オリエンタルコンサルタンツ、C40 の都市やイクレ、そしてもちろんアイジェスなど他の国や都市からも素晴らしいサポートを受けています。そしてこの数年間、私たちは幸運にも多くの技術支援を受けてきました。パートナーの皆様のご協力があれば、市の目標を達成できると確信しております。ありがとうございました。ビナラオさん、ありがとうございました。では次に、ラドハワグ博士、ネパール森林環境省からお願いしたいと思います。フライトのスケジュールが変わられたということで、ご参加いただけるとありがたいんですが、お願いします。ワグ先生、どうぞ。Maybe now おそらく、ご参加できないのではないかと思います。ワグ先生、いかがでしょうか。 OK, then I would like to move to next.それでは次のパネリストに参りましょう。デチェン・ツェリング様、ユネパアジア太平洋地域事務所長でいらっしゃいます。竹内先生、そして皆様こんにちは。まず最初に今回のイベントにお招きいただき、国連気候変動緩和と大気汚染に関する課題別連合についてお話しさせていただきますことを、日本環境省在対日本大使館、対フランス大使館に心より感謝と御礼を申し上げます。そしてこの8カ国がですね、今のそのスピーカーの方も
おっしゃいましたけれども、そのプレッジをカーボンニュートラルにしてしているわけであります。しかし41カ国がまだ残っていますので、我々のこの地域のこのプラットフォームについてお話をしたいと思います。これはですね、課題別連合というんですけれども、アジア太平洋地域における気候変動と大気汚染の問題に協力して取り組むために15の国連機関を集めたものであります。そして、NDC を通じた気候変動対策をさらに野心的にする、アジア太平洋地域における大気汚染対策を加速し、2030年までに世界保健機関の大気質ガイドラインを達成することを目指す、アジア太平洋地域における石炭の大環的廃止を加速する、コロナ関連の財政措置を気候変動に対応したものにするなど、そのような目標を立てています。気候変動対策の野心を高めることがなぜ必要なのか、その気候の悪影響とそのように危機としてアジア太平洋地域の経済生活自然環境への脅威は知られています。この地域の多くの国は CO2 を大量に排出し、排出量は 0.25 から120億トン CO2 毎年に及ぶ国もあります。そしてアジア太平洋地域の化石燃料消費における CO2 排出量のシェアは2019年では世界全体の 50% 近く、そしてアジアの発電における石炭からの排出量のシェアは着実に上昇しており、2000年の 51% から2018年には 62% に増加しています。そしてこの温室効果ガスの排出量と削減可能性を考慮し、 IBC 課題別連合の NDC 関連活動は NDC をさらに野心的なものにすることを目指し、各国を支援するためにさまざまな活動をしています。 NDC の分析と政策概要の作成、キャパシティビルディングの支援、地域のカーボンプライシングの仕組みなどであります。石炭のその段階的削減にも取り組んでおり、地域協力の強化、各国のファクトシートやアドボカシー資料、石炭モニターやトラッキングツールなど知識やツールの開発を行っています。また対話のプラットフォーム確立をし、各国の国会議員や民間金融セクターの主要プレイヤーの賛同を得ることを目指しています。ありがとうございました。それでは次にジョヤ・シュリー・ロイ様をアジア工科大学兼、そしてジャダプール大学からお招きしたいと思います。ありがとうございます。皆様こんにちは。私の方からまず今回の主催者の皆様に今日のパネルへの参加お招きいただきまして感謝申し上げます。私の方からアジア太平洋地域におけるカーボンニュートラリティのためのパートナーシップアクションについてお話をしたいと思います。で、私はジャダプール大学での教鞭をとっております。で、私は IPCC の第4次そして5次報告の中で執筆もいたしましたし、そしてまた持続可能な開発に関しましても、それから貧困の撲滅等についても参加をいたしました。第5評価報告書に関しましては、デマンドサービス、そして社会的な側面について執筆をいたしました。そして IPCC の 1.5 のスペシャルレポートでありますけれども、この中で新しい情報としてございましたのが、この緩和のアクションについて複数の SDGs を進めることができるということ、そして持続可能な開発目標に関しまして、その効果を最大化することができると、組み合わせによって最大化できるということであります。そしてまた、エネルギーの需要を低下させ、そして社会的なイノベーションを進めることができる。そしてそのエネルギーの需要低下のシナリオとして構築できれば、それに伴って脱炭素移行も進めやすくなるということです。今3つのプロジェクトに関わっておりまして、
一つは、それぞれが東南アジアで、南アジアでございますけれども、一つはバングラデシュにおける、持続可能なエネルギーセクターオプションと道筋ということであります。そういった中で様々なこのトピックに関する側面に、取り組みながら、特にバングラデシュをテーマとしております。もう一つは、RITE ということで、これは日本初のコラボレーションでありまして、私どもその AIT アジア技術研究所におきましても、そのリサーチの南アジア地域における基礎作りをしております。もう一つは米国の EDF、そしてジャイプール大学、そしてバンガロールにありますインド科学研究所にとの共同の研究でございまして、 100% の再生可能シナリオを作成するということで参加しております。こういったプロジェクトのすべてはこの2021年から2030年という非常に重要な時期に関しまして、複数のそのアクションを取ることによりまして、この南アジア地域におきましても脱炭素移行を進めることができる、特にそのコロナ後のですね、復興の時期におきまして十分な投資をすればそれが可能であるということが分かりました。ありがとうございます。音声が入ってきておりません。竹内先生、ミュートになっているかと思います。非常に価値のあり、有益な経験をご共有いただき、ありがとうございます。それでは、パネリストの皆様から、脱炭素化、都市における炭素化の取り組みやグッドプラクティスをさらに推進するために、コロナからの回復、復興や SDG 達成の加速のポイントを含め、どのように進めていくかについてお話を聞かせてください。まずは京都の井野田様からお願いいたします。はい。京都市では今ちょうど温暖化対策の計画の策定をしております。それでこの10年の取り組みを決めておるというところです。私どもの市長もいつも言っとるんですけども、温暖化対策、温室効果ガスの削減取り組んでいただくのは、やっぱり市民、事業者の方に進めていただけなければならないと。まあ、我々はそれを支援していくということで、意識してますのは、危機感と目標をしっかりと共有するということです。まあ、危機感に関しましては、今の生活を続けると、もう100年後には気温が4度上昇するという科学的予測が示されているといったことの発信、これも意識しております。目標に関しましては、2050年の暮らしがどうなっているか、これを共有しましてですね、市民事業者の方々に先ほどありましたけれども、転換、暮らしを転換していく、事業活動を転換していくということで呼びかけをしていきたいと考えております。具体の取り組みを申します。事業者対策としまして、大規模、中規模、小規模とありまして、大規模はまあこれまでからエネルギーの報告をいただいているんですけれども、このお願いするのをちょっと強化をしてまいります。中規模につきましては、これまで特に我々としては対象にしてなかったんですけれども、新たにエネルギー消費量をですね、報告いただくという義務付けをしまして、その結果をフィードバックしていくと。小規模につきましては、なかなか対応は難しかったんですけれども、事業者のこの組合と申しますか、団体と連携しましてですね、省エネのモデルを作って、それを団体内で広げていただくというような形の新規事業を来年度からやっていきたいと思っておりまして、トライをしていきたいというふうに考えております。京都市ですね、温室効果ガスの削減、今の計画では10年後に 40% 以上削減をしたいというふうに目標を持っておりまして、その達成に向けて取り組みを進めているというところでございます。以上でございます。Thank you very much, 井野田様、ありがとうございました。それでは、ヴィンセント・ビナラオ様、ご意見をお伺いしたと思います。今回のパンデミックは私たちのマニラ首都圏で最大の都市であることを考えると大きなチャレンジでしたが、一方で
この死がベターノーマル、より良い状態を追求する機会でもあります。私たちにとってこれを達成することは、公衆衛生、環境維持、積極的な気候変動対策における高ベネフィットと相乗効果を考慮しながら行動の変化を促すことを意味します。パンデミックの影響に対応し、ベターノーマルを追求するために、市は今後2年間の復興計画を策定しましたが、特に環境分野に関する取り組みが重要で、テーマは5つあります。1つは環境的に持続可能でクリーンな公共交通に関するもので、自転車シェアリングプロジェクト、歩行体験を向上するためのグリーンオープン再生アクセスレーンプロジェクト、大気質改善のための大気質管理計画の策定、電気自動車の導入などであります。2つ目はマイボトル持参のプロジェクトにおける使い捨てプラスチックの削減、再利用、選択可能なエコバッグや再利用可能な食器類の普及、配布、テイクアウト時のバイオリサイクルプロトコールの実施などであります。最近ではリサイクル可能なプラスチックの回収量を増やし、循環型経済を推進するためのゴミをキャッシュバックするプログラムを開始しました。リサイクル可能な素材は取引され、ポイントに変換され、食品と交換することができます。次に、洪水排水管理の改善では、太陽光発電技術を利用した雨水貯留システムの提供と設置、責任ある水使用キャンペーンの実施、排水マスタープランの策定などを行っています。4つ目はオープンスペースの再利用計画です。私たちの計画はより多くのグリーンベルトを作ることで、緑地拡大改善を目指しています。また、生物多様性を保全するためのケソン市都市生物多様性戦略行動計画を策定します。ケソン市の食料安全保障戦略の一環として、オープンスペースを実のなる木や、その野菜のあるエディブルガーデンに再開発し始めています。また、失職者をコミュニティファーマーとして活用することで、都市農業を強化します。最後により良いサニテーションと廃棄物管理の取り組みでは、感染性の廃棄物、消毒、一般固形廃棄物の収集に優先的に取り組んでいます。ウイルスの感染を防ぐために、廃棄物の分別の努力は倍増しています。また、地域の清掃活動や適切な廃棄物管理のために、バランガイの資材回収施設も強化されました。また、成分改正廃棄物が市の廃棄物の 50% 以上を占めますので、廃棄物転換戦略としてバイオダイジェスターが公共市場に設置される予定です。また、公園や都市型農場で使用される有機土壌改良剤の原料にもなります。ビナロー様、ありがとうございました。では、デジェンさん、お願いいたします。ありがとうございます。ユネップは、この 2020年から2050年にかけてパリ協定を 1.5 度目標を達成するためにかなりの削減が必要だと思っています。現在は都市には世界人口の半分が住んでいて、世界エネルギーの需要の約3分の2、エネルギー部門からの炭素排出量の 70% を占めています。そして2050年の世界の最終エネルギー需要のうち、少なくとも3分の2は新興国や途上国からもたらせます。そして現在から2050年にかけて、世界の現在建築ストックの 40% に相当する新しい建物の大部分が途上国、新興国で建てられますし、世界の都市部による旅客輸送の増加の 80% を占めます。また長期的な戦略といったものを、この温室効果ガス削減のためにやらなくてはいけません。そしてこの脱炭素化を都市で進めていく必要があります。いくつかですね、優先順位の高いアクションがあると思うんですけれども、都市部の脱炭素化に向けてエネルギー効率といった話があります。この温室効果ガスを減らすと、そしてエネルギー効率、そしてビルの建築基準なども重要になってきます。これによってかなり大きな節約になります。そしてこのUNEPは各国がエネルギー効率から得られる利益を増やすために 3% のエネルギー効率改善イニシアティブを主導しています。またエネルギー効率の高い再生可能な冷房というのがあります。エネルギーコストと環境への悪影響を低減することができます。地域冷房、冷房需要を削減するための自然を利用したソリューション、太陽熱を利用した冷蔵倉庫など多くの技術が存在し、積極的な導入が必要です。ユネップはクールコーリションを主導しておりまして、各国が冷房のためのエネルギー消費を削減し、そして排出量を削減することを支援しています。
中国、インド、タイのインドネシア、ベトナムといったこの地域の多くの国では EV ビークルですね、電子自動車の切り替えを野心的な目標を設定しています。これによって排出量をさらに削減させます。ありがとうございます。ユネップ主導のいろいろな活動についてお話をいただきました。それではロイ先生、よろしくお願いします。そうですね、IPCC の報告書では、その都市部におけるその土地利用、それからインフラの設計に関しまして、その人口のその意向も反映するということ、そして第6次評価報告書に関しましては一章を使いまして、インフラの設計をどうするか、そして、社会文化的なその実践についてどう反映するかということを描いています。そして再エネの、都市化への参入、そして電化、都市の電化ということで、例えばその力車でありますとか、その自動車の電化ということを考えたときに、それは都市部で使用するだけではなくて、大気汚染も大きく低減させることができるということで、これが都市におけるそのコロナ禍におきまして、その大気汚染への対応ということが非常に大きく進捗したということですので、これも進めていくということ、それから自転車用のレーン、それから歩行者用のレーンを分けることによって、それも排出を減らすことができます。そしてゼロエネルギービルディングに関しましても進めていく、それからバーティカルガーデン、それからルーフトップガーデン、そういったその縦型の村農業ということも進めることによりまして、例えば商業用の建物に関しましても、そういった緑化あるいは農業の利用も考えるということです。そして都市部に関しましては、この脱炭素化を管理していく非常に大きなポテンシャルがあるというふうに思います。アジアのポテンシャルは非常に高いというふうに思います。というのがインフラの 70% はこの10年で再構築されるということですので、このインフラの再構築にこの高炭素のものから低炭素に変えていくという可能性があるわけです。そういった中でインド政府の脱炭素政策によりまして、その開発とそれから炭素の利用というものを分けることができます。そしてまた快適な公共交通機関、そしてシェアドモビリティのデジタル化の活用、そしてインドの都市部における排出の低下ということを参考に、バングラデシュにおきましても大きなこの再エネの参入に関する大きな希望が生じております。それは実施を待っているというところでございます。そういった中で気候に優しい、そしてエネルギー効率の高い建物の推進ということを進めていくということが希望であります。ですのでソーラー、それから風力をバングラデシュで増やしていくことによりまして、バングラデシュのガスをベースとした経済から再エネを基盤とした経済に転換し、そしてまたインフラに関しましても改善をしていくということが望まれます。ありがとうございます。では2つ目の質問、そして最後の質問をパネリストの皆さんにしていきたいと思います。どのように脱炭素ドミノを他の都市や国へと広げていくかという質問です。では 1,2 分でお願いします。では最初に京都市の井野田様の方からお願いします。はい、エネルギーの大消費地である都市の役割非常に大きくて、都市間のやはり連携をですね、していくのが脱炭素ドミノを広げるためには重要であると考えています。で、2つご紹介させていただきます。1つは国際的な都市間連携組織への参画です。京都市はイクレからに加盟をしておりますし、市長が東アジア地域理事会の議長になっております。また世界気候エネルギー首長制約にも加盟をしておりまして、活動を支援しております。こういった都市間連携の組織の中でですね、
まあ、市の職員も出しておりますし、自治体の脱炭素に向けた行動の輪が広がればと思っています。もう一つは海外の都市との事業協力です。これ京都市の小学校でやってます子どもエコライフチャレンジ、小学生が家に持って帰って環境学習するという冊子なんですけども、まあ、これ京都大学と JICA さんと国立環境研究所さんのご支援をいただきました。マレーシアでもこういった取り組みをしていただいております。まあ、こういった一つ事例かと思いますし、今京都市にあるその環境学習施設、マレーシアでも同じような施設を整備するというプロジェクトも進んでいます。まあ、こういった地道な取り組みを広げていくというのが大事かなと思っておりまして、世界の脱炭素化に私もとしても支援をしていきたいというふうに考えています。以上です。井ノ田様、ありがとうございました。それでは、ビダラオ様、よろしくお願いいたします。どのようにこのドミノを展開できるのかということであります。国内外のネットワークを広げることが気候変動に対する取り組みを共有する上で大きな助けになると思います。同時に他の人から学ぶということですね。自分の現況を理解する機会になります。このようなネットワークがあれば今回のようなフォーラムにも参加することができますし、ケソン市の市長が公約をしたことでケソン市は気候変動対策の主要な推進者の一つとして認知されるに至りました。また途上国であり気候変動や環境の持続可能性に関する問題に取り組む際には限界や課題があるという事実を受け入れてます。にもかかわらず市のリーダーたちは政策を実施し、適切な制度を確保することで QOL を向上させるために努力をしています。これによって私たちは同じような背景を持つ他の都市のモデルとなり、願うは他の都市に刺激を与えることができればと思っています。多くの課題を抱える私たちのような都市でもできる、すなわち他の都市でもできると思っています。また CDP に定期的に報告し、気候変動や取り組みを公開しています。そして昨年私たちは世界の80以上の都市とともに CDP の A リストに名を連ねました。パンデミックにもかかわらず環境保護活動のリーダーの一人として認められたわけです。今後すべての気候変動対策を実施し、マイルストーンや指標の追跡調査を開始すれば具体的な効果やポジティブな影響を示すことができると思いますし、低炭素開発が進むべき道であることを示すことができると思います。もちろんこれは適切な調査や研究なしにはできないことでありまして、誤った投資を避けるためにも必要なことだと思っています。ありがとうございます。ミナラオ様、ありがとうございます。それではデチェンツェリング様、ご意見を伺いたいと思います。特にですね、どのようにアジア太平洋、そしてそれを超えてアップスケーリングができるかということお話しください。まあ、ネットワークパートナーシップの話が出ましたが、民間投資家も必要だと思います。どういった取り組みをしているかという高齢を紹介することが必要です。供給側の需要側の両方の努力を、網羅しなくてはいけませんし、あとですね、新規石炭発電所の投資を停止し、既存の能力を徐々に停止することが石炭段階的な廃止の世界的なベンチマークを達成するための鍵となりますし、また補助金を石炭に対して段階的に廃止することで産業にとって公平な競争の場を作るということも必要です。またユネップとエスキャップはアジアにおける石炭フェーズダウン作業を指導するためのエネルギー研究パネルを設立し、石炭に関するアジアの専門家を集めて石炭から再エネへの移行を支援するための協力をしています。また国連気候変動サミットの成果であり、100以上のパートナーのネットワークであるクールコーリションに各国を招待し、政府や産業界が持続可能な冷却に関する行動を取ることを支援します。皆さんにもぜひですね、この参加してほしいと思っています。このコーリションに加盟することがスケールアップにつながると思います。重要な国々のターゲットがあります。例えば東南アジアでは再エネ 23% というターゲット、意欲的な目標を掲げています。でも2030年に再エネによる電力の割合は 20% 程度にとどまります。したがって各国は再エネの急速な拡大を支援する必要があると思います。またですね、このグリッ
度の電力を統合するための送電網の容量を増やし、スマートグリッドや蓄電池への取り組みを拡大することで、シェアを大幅に拡大することができるというふうに思います。これをですね、積極的な再生可能エネルギープログラムと組み合わせるということが、ある意味ソリューションにつながるのではないかと思っています。デチェン・ツリングス様、ありがとうございます。新しいネットワークについてのお話をいただきました。脱炭素のドミノをアップスケールするための取り組みの一環ですね。それではロイ先生、よろしくお願いいたします。私の経験からすると、最も良いオプションは、各国間がその、協力をして、共同してプロジェクトを進めていくということです。モビリティプログラムのようなものですけれども、で、そして、ローカルにおけるそのイノベーションのキャパシティを強化していくということです。で、このローカルのイノベーションというのが、やはり、脱炭素化を推進していくというふうに思います。まずその人材育成をしていくということ、これが、長きにわたって効果があります。それから AIT のネットワークを通じて、我々が把握しようとしているのは、さまざまな国の国境を越えてですね、ベストプラクティスを今、探して、それを共有しよう、横展開しようとしております。で、例えば、マイクログリッドがどのようにその、脱炭素を進める上でですね、柔軟にその電力需要に応えていけるかという検証をしております。そうすることによりまして、その貧困であるとか、あるいはその炭素に対するその負担というものを軽減しようとしております。そしてこのようなインドにおけるコラボレーションを通じて、どのようなその脱炭素化した電力セクターと共にインポート、輸入輸出ということ、それからグリッドの再編成なども進めていくということを通じて、その地域の規模で行われているものをその国境を越えて展開していけるかということを検討します。ですので、近隣諸国におけるそのベストプラクティスの共有ということが非常に重要だと思います。最近その科学雑誌に寄稿したんですけれども、その SDG の枠組みがあったとしても、各国においてソフトパワーにおける外交を展開することができる、トレーニング、カリキュラムの共有、そしてビジネスなどを通じてソフトパワーにおける外交が展開できるということであります。で、その少なくともこの2020年代において、その持続可能な開発に向けてのですね、さまざまな道筋が取ることができると思います。今そのこういった科学者同士の、そして教育者同士の協力がについてお話をしていただきましたこと、嬉しく思います。そして我々の課題のそのアップスケールを狙うという意味で重要であると、それから近隣諸国間の協力も大事だということをお話しいただきまして、ありがとうございました。では、このサイドイベントに参加いただきました、ありがとうございました。最後に私は3つ申し上げたいと思います。今後カーボンニュートラルのゴールに向けて3つお話をしたいと思います。ネットゼロのゴールに達するためには、垂直統合が必要であるということです。さまざまなアクターがさまざまなレベルにおきまして、ガバナンス、グローバル、地域、そして国家ローカルということで共に努力しなくてはなりません。そういった中で地方政府がイノベーションに富んだソリューションを見出して、国の政府、そして国際的にも、それをスケール化する、拡大していくためにサポートしていく必要があります。2つ目でありますけれども、さまざまなステークホルダー、ビジネス、NGO、それから市民社会などが、この気候に関する計画、立案のプロセスに参加する必要が必要です。そして、マルチステークホルダーにおけるマルチレベルのガバナンスを
進めることが重要です。3つ目になりますけれども、アジアに関しましては世界の半分の二酸化炭素の排出をいたします。ですのでネットゼロへの改革が必要です。アジアにおける国々に関しましては、これからさらにゴールの野心化を進めなくてはなりません。さらにヨーロッパにおけるフランス、イギリス、ドイツのように先んじて気候対応をしていくということだけではなくて、新しく例えばアメリカといった協力者を得て、さらに世界的な協力を進めてまいりたいと思います。以上でこのイベントを終了いたします。ありがとうございました。竹内先生ありがとうございます。素晴らしいモデレーターでいらっしゃいました。そしてパネリストの皆様、質に富んだディスカッションありがとうございました。すべての参加者100人以上の方がこのサイドイベントに参加いただきましたが、心から御礼申し上げます。良い一日をお過ごしください。